はい、おじめーし。じらーじらじらじら。ね。そう言われたら、ちょっと久しぶりだなーと思って、じらじら起動してみました。よし。いや、今日はね、ちょっとご飯買いに来そびれちゃったんで。よいしょ。焼きそば2枚。さあ、ということでね、ズラ。よいしょ。ズラ、ね。今日もお疲れさん、ぴょぴょー。ああ、カフェクリアできないね。買い取りサービスが始まりました。レジェンドキャーがアップデート、特別なギフトが届いてまーす。あれかな、例の、なんだっけ、予想のやつかな、教えてもらったやつかな、違うかな、ちょっと待って、お腹空いた。よいしょ。ね、やっぱ焼きそばね、あの袋、マリさんのやつ美味しいよね。うん。お。もらえた。何これ。ハイブリッド？音しないやつ？ブンブンして。これと、アシビック？新しいやつね。もうシビックってもう無限のシビックしか頭にないね。ということで、じゃあ乗り換えてみよう。獲得順でこれか。おお。走りを楽しませてくれるんだい、このマシンは。で、よし、ニュール走ってみる。ニュール、なんかタイムアタックのなんだかどうなったんだろう。最終日ってやろうと思ったらなんかめんどくさくなっちゃった。一番搾りの宣伝してたな。新しくなった一番搾り飲んでみたいけどな。よいしょっと。本当はあんだけ台風って騒いだからさ、カップラーメンとか袋のラーメン、ね、いっぱいだよ。
するんだよね、まあ、ある時ね。本当アニメーションなんだよ。なんかね、もう完全にアニメーションっていうかさ、ブレーキしてそのままスーって、アクセルは開け、閉じた状態でスーってダルクで曲がっていくその走り方、うん、で途中もう本当アニメーションなんだよね。なんかね、やっぱね、車操作してて楽しくないんだよ。なんかレールの上に乗ってるか外れるか二つに一つみたいな。でももうみんなあれだもんね、毎回レジェンドカーだとか次はこれだとかって 2,3 台ずつで煽られてそれをゲットだっつって、それ今までの車でそれで楽しく継続して走ってる人誰もいないよね。
ちょっと待って、これダイヤ何入ってんの？コンフォート？何履いてんの？スポーツのハード？お金いくらの今？ちょっと待って。今いくらの？ちょっと待って。今いくら持ってんの？1,300万か。ああもうめんどく、もう操作しにくいな、ほんと。ほんとね。おい、ハングアップかよ。なんでこんなふにゃふにゃしてるんだろう。なんでこんなサスがふにゃふにゃしてるんだろう。つけて、なんでこんなキッキッキッキ走んないのかな。すまんねえじゃん。いやこんなに合わせてコントロールしてるのにすまんねえよ。これは全然車の動きをしてないよ。おかしい。見た目と動きが全然違う。お金もったいないだけだよ。ジュランチュはほんとつまんないね。これはもう日本だって言いながら、なんだっけ、カーエックスだけか、カーエックスなんだっけ、なんてかったよね、これはもう日本だなんてさ、東京タワーだとかってやってるけど、まああれも買うと思うけど安いから、あのでもなんかもうなんか おじいは嫌いなんだよ、あのスタイルのゲームの遊び方って。なんかもうもうホライズンでさ、もう十分ゲップが出るっていうかさ、これは日本だよって言いながらさ、右側走行じゃん。全然まだ JGM だか。まだうちの方がいいと思うけど。
乗りたい車がない。乗りたい車が全くない。もうね、新しくなった小池でシフト、これあの GL4 しかないけど、普通のシフトどこ行った？3台持ってるよね、おじい確か。これとね、なんかこの間もう一個買っちゃったんだよね、確かね。これ、そうそう、おじいがワイドにしちゃったんだよ、これね、確か。これ17年だからね。ノーマルどこ行っちゃったんだろう。ねえ、これおかしなことしたんだよね。これもう一回乗ってみようか。せっかく買ったから。ちょっと行ってみようか。なんかね、人生の無駄を感じるんだよ。ジランス起動するだけで。なんだろう、この虚しさって。なんか、この作業というかさ、なんでこんなに楽しめないんだろう。コントロールしててつまんないからかな。
今の動きおかしいね。右曲がりのところです。これをやってくるんかい、それをやるんかい。なんかね、反応が鈍いんだよ。これ今気がついたけど、逆のスピード、これか。この感度を2つぐらい上げるか。
つまんねえな。ズランツは楽しめねえな。楽しくねえ。なんかさ、ポリシャーと直線走ってるだけでも楽しいじゃん。なんかブレ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 って。何なんだろうね、この車を操作してる気持ちになれないっていう。何なんだろうな。あの、何かね、ビジュアルとは全く関係ない。何かが、何か一番大事な部分が、何かね、足りないんじゃなくて、ないんだよ、何かが。車としてなんか重要な一番なんか大切なものがね、何かがないんだよ。何なんだろうな。だって本当めちゃめちゃつまんないもんね。あのシフトっぽくないもん。なんとかして、何か楽しめないかな。もったいないよな。何か楽しめないかな。とりあえずね、何でもいいから、なんかね、楽しませてほしいな。NSX。で、ああ。これがさ、めちゃめちゃうまいんだよね、これね。あの、ほんと、何これっていうぐらい美味しいよね。なんか、微妙な味付けが、なんか、ちょっとね、美味しい好みで。これさ、ほんと美味しいんだよ、これ。これ、ハッピーマン。うん、めちゃめちゃ美味しい。あの、グリーンマミシリーズの
あれとちょっと違ってさ、なんかね、美味しい。さあ行くぞ。このね、ジャクコもね、なんか違うんだよ、これ。なんか、ね、おかしいんだよ、これ。ジャクコも違うし、なんかね、ステアリングの動き方がね、おかしいんだよ、これ。どっかの教祖は、本当、リアルになって、自社みたいになってるけど、ほん、わあ、おかしいよ、これ。おかしい。さ、アナログ感がないんだよ。アナログ感が、キーキーって言った時のこのアナログ感がないんだよね。そのこう向きだけじゃなくて、タイヤのなんかこう沈んでグーって荷重がかかって、そのグリップ感とこのアクセルワークのこの変化というかないんだよね、それがね。こんな動きしないの。ほら、あんな動きしないって、なんかおかしいって、あんな動きしないよ。ミシュランタイヤは絶対に変えたくないと思う。なんでこんな動きするんだよ。NSX だったら、まだ何十年前の GTR っていうゲームの方がまだリアルじゃない？
30年ぐらい前 GTR って。マイクロソフトのフォースフィードバックが出たぐらいの時に、なんかないっけか GTR って。ほんとね、アルコールの回り方が違う。すっげえクソつまんねえもん。これとこれ、これが新しいやつか、ミニ。これいってみようか。フォルザの場合は、あの曲がれなかったのが納得できるし、それが楽しいんだけど、何から何まで納得できないんだよね。あのこんな動きしないっていうのが真っ先に出てくるんだよ。もうデストラクションタイプになってるじゃん。もうダメ、締めない、ダメだ。あと5キロ。いやー、あともうちょい、あと1キロ、うわー、苦痛だな。もう勘弁してほしいな。拷問だよ、ほんと。
アホみたいな値段のハンドルまで買って遊ぶ心理がわからねえけど、普通にパソコン買ってあそこで走ろうよ。まあ、ランサーだったらちょっと乗ったことあるな。これ本当美味しいな、これ。なんでこんなに美味しいの？本気より美味しい。この落花生が美味しいんだな。安いしね、これ。いっぱい入ってるんだよ。これは本当神。うまい。めっちゃうまい、これ。アクセルオフで、まあいいや。もうちょっと曲がるよ、でも。もうちょっと曲がるよ。だけどこうなると、はあ、ストレスたまるな、本当、いやいやいや、よし、チケットが入ったから、でどうしてゴミだろうチケット、予選エントリーの配布ってあったじゃん。で、それやろうと思ったんだけど、分かんなかったんだよ。8月の終わりに起動したんだよ。これだよ。これ、これ。つまんなかった、めっちゃつまんなかった、なんかお酒もったいなかったな。
ジュランスはほんとつまんね。うん。まだロードファイターの方が面白いよ。はい、終わり。じゃあねー。つまんなかった。